はい、どうも、こんにちは。今回は殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず撮影ミスったの覚えてんだけど、撮影って言うとちょっとなんか、ね、堅苦しいけど、録画をね、ミスったのは覚えてんだけど、ストーリー的なことで言えば、とりあえず、なんだっけな、とりあえず、警察官とずっと一緒にいる感じかな？警察官とずっとに一緒にいたエピソードだったわ。前回はもうギュッとまとめるわね。で、今回はまだ、今んとこまだ警察と一緒にいるんだけど、とりあえず進めていくわ。さて、エールを飲んだということは、今日はもう上がりですか？そういうルールあんだ。まさか、これからが書き入れ時でしょう。酔っ払いを中心に聞き込みを続けます。シラフの相手には話さない人もいますからね。すごいね。そこまで読んで酒飲んだんだな。確かに。ただ酔っ払って誰かに暴行を働いたりしないでくださいよ。疑惑があるからな。しませんよ、そんなこと。真面目なおまわりさんが見張ってますからね。ちょっと その返しお前、これモテるわ。これモテるわ。こいつモテるわ。さあ、できねえもん俺、そんなこと。あ、殺人が起こる場所じゃないぞ、ここは。聞き込みの目当ての店に向かう途中、ガス灯の明かりもおぼろげな闇に包まれた路地裏。これ路地裏？広くない？来やがったか。マジ？何がだ？いや、足音。誰か来る。こっちに？路地の鍵が動き、何者かが向かってきたことをアーサーは感じ取っていた。あ！あいつじゃん。その人物はフードを目深にかぶっているが、進行方向に人がいることに気がついてないのではない。フードの人物はぶつかることも構わない勢いで駆け寄ってくる。その手に鋭く光るナイフを構えて。いやでも、警察いるよ、後ろに、俺。どれ、為替探偵。おお、かわしてやるよ。危ない。あ、来た。あ、これもう、逮捕じゃん。逮捕じゃん、これ。やっとじゃん。アーサーはかろうじてナイフをかわすことができた。しかし、紙一重であって、少しでも反応が遅れていれば、襲撃者の今日までいいのかな？に倒れていただろう。おい、警察いるんだぞ、こっちには。フードの人物は舌打ちをしてナイフを構え直す。アーサーはここでようやく襲撃者がかつて路地裏で相対した、相対したか、相対した相手であると気がついた。こいつ、あの時の。もうめちゃくちゃ一緒だよな。全く同じだよな。彼があなたの言っていた真犯人ですか？そうです。そうです。見間違えるはずもない。背格好にかすかに漏らした声。それに感じる殺気もあの時の犯人のものに違いなかった。動くな！私はロンドン市警のシャーロット・ピースレイです。気をつけろよ、お前。武器を捨てて止まりなさい。あなたは自分が来何た。をしていかっるかこいい分か構っえ来ていたるのね。ですか？シャーロットは警棒を構えながら、刑事を相手に強行に追い込もうとしているフードの人物を牽制する。分かっているさ。いや、怖えよ。あいつじゃん、絶対ダリルじゃん、怖え。遠藤守みたいな声してるもん。え、これ、ナルトかな？いや、でも、このゲームあれだからな、比較的、その有名じゃない人ばっかだから、ナルトの人が来るわけないよな。しかし、フードの人物はまるで頓着せず、叫び、ナイフを振ります。こりゃ楽しくなってきやがったぜ。おお、よう、探偵、なんだ何よ。ぼさっとしてんだよ。おお、早くあのフード野郎をとっちめろよ。警察が危なくなったら動くわ。言われなくても分かってる。マジ？おい、二人がかりだもんな。俺様に任せろよ。あの程度の相手、一瞬で制圧してやるぜ。今の状況なら正当防衛だ。構やしねえ。確かに。ただお前殺しかねないぞ、お前、マジそで。んなことさせられるわけないだろう。じゃあどうやって奴に対処するんだ？ナイフはあるが、お前に何ができるんだよ。相手はこっちを殺しに来てるんだぞ。前みてえに都合よく応援が駆けつけてくれるとでも思ってるのか？応援いるじゃん、普通に。 シャーロットいいんじゃん。だが、バカが！シャーロットどこ行ったの？おい、シャーロット？ジャックに意識を向けていた。隙を突かれた。アーサーが、あー、なんだっけ、これ。これなんて言うんだっけ。身の声に視線を巡らせば、フードの人物がナイフの前にまで接近していた。アーサー、危ない！そのパターン。 アーサーはシャーロットに突き飛ばされる。すぐに羽を着たアーサーだったが、そこで見た光景は、
ぶっさり刺されてんじゃん。シャーロットがアースの身代わりになる形でナイフを腹部に突き立てられていた。このおい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 、やめてくれ、トラウマが増えるわ。シャーロットざまあ見ろ。フードジムさん横揺れやめろや、横揺れ。フードジムさん、シャーロットからナイフを引き抜くと、続けざまに彼女の顎を拳で捉える。横揺れやめろ、横揺れ。あげ、打ち止めされたシャーロットはロムに叩きつけられるように横たわった。さあ次はてめえだ。いやもうそれはボコボコにするしかねえよ。だってもうシャーロットもう見てないようなもんだから倒れたシャーロットを尻目に、フードの人物はナイフを手にアーサーへと突進する。おい探偵、不敬ともども殺されっぞ、それでもいいのか。いやシャーロットが倒れてんならもう俺はやるしかねえよ。これジャックに任せた方がいいよ。紙一重ナイフを避けるアーサーの目に、倒れたままピクリとも動かないシャーロットの死体がチラリと映る。くそ、自身だけではなくシャーロットの命もかかっている。彼にはもう迷っている時間はなかった。わかった、お前に任せる。まあそうだよ、それが一番だと思う。うー、そう来なくっちゃな。来た、来る、急に髪が逆立っちゃう、あのアーサー来る。ただしナイフは使うな、殺すなよ。うん、相手の顔を確認するんだ、いいな。しゃあねえな、承知したぜ。まあまあ殺すな。お、来た来た全然顔ちげえじゃん。やっぱそのさ、その帯がキュッてなってるの何なの。その帯がキュッてなってるの左側、あれ何なの。アーサーの体はナイフの猛攻をくぐり抜けると、あ、相手の体を横投げに蹴りつけた。お、かっけえの来たじゃん、かっけえ。形勢逆転だぜ。うん、こんな素人殺人鬼野郎になんざ負けるかよ。なんかすごいあれだね、ジャンプの漫画みたいな、漫画みたいなカットきたね。一応見ようか。まあ多分これがサムネになるけどこれサムネになるわ。アーサーついにジャックに肉体を明け渡す。動きを鋭くしたアーサーの体はフードの人物を拳で打ち抜いていく。あ、いいじゃん、拳で戦うってすごいな、拳で戦えるんだな。急激な変化に対応しきれなかったのか、フードの人物はなすすべもなく、打ち出される剣打を頬に腹に食らった。ナイフ奪ってやれ、あいつの腹を押さえ身を覆ってで咳き込む。だが涙がにじんだその瞳からはまだ闘争心が消えていなかった。クソ野郎が、やっぱ結構遠藤守に似てるよな。おっと危ねえ。おお、ナイフ使わないぞこっちは。フード人物は手にしていたナイフを漢字読めねえ。下がアーサー刺さることなく片手で掴み取られていた。投げたらダメだよお前、投げたらダメだって。こういうやつに捕まえられるに決まってんだろう。ナイフってのはな、うん、こう投げるんだよ。ジャックの体さばきによりナイフを掴んだ勢いを利用して体を回転、そのままナイフを投げ返した。大当たり、返す。やば、強っ。フードの人物は形勢を振りと見て逃げ出そうとしていたが、返した身にアーサーが投げ返したナイフが突き刺さる。動けねえぜお前は。おいおい、射抜かれた傷口から血が溢れ出す。しかし傷にも構わずフードの人物は足を止めない。その姿はみるみる遠ざかり、夜の闇に紛れていった。アーサーはナイフを投げつけた体勢のまま小首を かしげ、男を逃げ去った路地を眺めていた。アーサー、うん、俺様は頭を狙ったんだが、うん、なぜ狙いをずらした。ああ、殺そうとしたってことか。投げたナイフでは手加減できないだろう。うん、それに顔も確認してない。ちゃんと確認するつもりだったか。ナイフを引き抜くついでに殺すってことか。こいつ、いや今はそれどころじゃない。体のコントロールを取り返したアーサーは路面に転がるシャーロットへと駆け寄った。シャーロット刑事、しっかり。救急車呼ば、救急車あんのかな。でもこの時代、アーサーは倒れ伏したシャーロットへ近づくと手早く傷の状態を確認する。やばい、シャーロットは混沌でいいのかな、混沌して倒れたまま意識はない。腹の傷口から流れ出た赤黒い血がロンドン式の制服を染めている。おお、こりゃ結構深くやられてるな。うん、脇腹だから致命傷じゃねえが、放置すれば危ないぜ。まあまあ出血的にね。分かってるから黙ってろ、うん、シャロット。おい、
返事をしろ。もう返事を確認するよりまずは止血をした方がいいと思うけどな。アーサーポケットから取り出したハンカチで応急処置を施す。まあまあそうだな、応急処置しながら声かけたってことか。早く病院に運ばないと。また診療所来んの？またの困った時の診療所が来んのかな。あ、救急車ポートが。彼は意識のないシャーロットを背負うと路地から大通りへと駆け出す。止まってくれ、重傷者だ。取り掛かったハンサムに手を挙げて止める。乗り込んだ座席へシャーロットをそっと横たえると住所を伝えて診療所へと急がせた。また行くのか、あそこに。負担かかりすぎだろこの病院。先生、うん、ソフィーいたら開けてくれ。アーサー君、うん、こんな時間にどうしたの。そっか、緊急病棟っていう概念がないもんな。何があった、こんな夜更けに血まみれとは。殺人犯にやられたんです、うん、至急ロンドン市警に連絡をお願いします、うん、彼女はそこの刑事なんです。ああ了解した、うん、すぐ止血を施す。ウォルターはシャーロットの治療の準備を進める。アーサーはそれを待たずに外へ駆け出した。アーサー、どこへ行く気だ。犯人がいたんです、僕は奴を追います。いやもう無理だと思うぞ。お前だって馬車で移動してここまで来たんだろう。もう諦めてるって言った方がいいって正直。追えるわけないだろう。おい、アーサー。もうゲームだから追えるんだろうけど、いやもう第一章だから追えないんじゃないの。バカかな、めっちゃ逃げられてると思うけど。アーサーは現場に取って返すとフードの人物が走り去った方向を確認、追跡を開始する。頼りになるのは犯人の足跡だった。まあでもあと血も流れてるから。足跡に血痕、うん、あいつのものだ。てかこんなガチガチの何なんていうのレンガっていうか土で固めたような道を足跡つくの。フードの人物は人目につかない逃走経路を選んでいるらしく、薄暗い路地には通行人が全くいなかった。だがアーサーには手がかりが残されていた。路地に点々と残った赤黒い血痕だ。おお、なんでわかる。この足跡だけ、うん、他のと違って踏み込んでる、うん、走っている証拠だ。それに新しい方向から見ても奴のものに間違いない。まあなるほど、あそこもともと足跡がつく環境なんだ。まだそんなアスファルトとかじゃないからな。おほん、まるで探偵みたいだな。ああ。薄暗い夜道に血痕を追って犯人探し。俺たちは随分と悪趣味なヘンゼルとグレーテルだな。あれは英国でもねえし。面白くねえ。ごめん。冗談言ってる場合か。そうだ。探せ。アーサー確実にフードの人物の居場所に迫っていく。またここじゃん。もうここでいいじゃん。じゃあもうここに監視カメラ置こうぜ。ここはメリルの家。あら、お前行ったことあるっけ、メリルの家。住所だけじゃない聞いたの。住所だけでも住所書いてあったの。アーサーが痕跡を追ってたどり着いた先、そこはメリルから伝え聞いていた彼女の自宅だった。チッ、ヘンゼルとグレーテルならお菓子の家を期待したが、たどり着いたのがこんなボロ屋だとはな。でも確定じゃんって。だから繋がってしまった、うん、やはり連続強盗殺人事件はダリルが疑いを抱いていたものの、ダリルが犯人であることはほぼ確定してしまった。メリルの悲痛な表情がアーサーの脳裏に浮かんだ。なあ探偵アーサーよ、うん、サクッと今回の件にケリをつける方法教えてやろうか。まあ聞いてみようじゃねえか。なーに、単純な話さ、うん、お前が俺に体を貸してくれればいい、うん、そうしたら犯人を止めてやるよ。ちょっと待って、これさ、あれかな、第一章がダリルなのかな。あ、そのパターンかな。第一章がダリルなんだ、犯人が。あ、そうかそうか、ダリルで終わるわけじゃないんだな。第一章がダリルなのか。そっかそっか、言われてみればそうだな。確かに犯人変わるわな、それ複数いるわな。あ、これは殺人探偵ジャック・ザ・リッパーが来んじゃないの。ついに散々伸ばされたけど、ついに来るんじゃないか、選択肢が。犯人を止める。アーサーは脳裏に浮かんだ不吉な連想を吹き飛ばそうとかろうじて言葉を紡ぎ出した。お前、止めるっていうのはまさかその
息の根を止めるとか、そういう意味じゃないよな。あのな、お前は一体誰と話をしているつもりなんだよ。そうだよ、俺はジャック・ザ・リッパー。ああ、音に聞こえたロンドンの切り裂き魔だぜ。割と意志を強く持ち始めたな。ジャック・ザ・リッパー、ロンドンを恐怖の渦に陥れた連続殺人鬼。彼の思考の方向性は聞くまでもない。アーサー・ジャックに何かを言い返すことはできず、押し黙るしかなかった。対するジャックはそんなアーサーの反応を楽しむように彼の顔を覗き込んだ。少なくとも2件路地裏での殺しを見たろ。お前だって殺されかけた、うん、そんな相手だ。奴が無差別連続殺人犯と見て間違いがねえ。放置すればどんどん犠牲者が出るぜ。最後には死体の山が出来上がる。なあ探偵、お前殺人を止めたいだろう。まあでも先に結論言うと、俺はジャック・ザ・リッパーとして生きていくかなと。まあっていうのも、結局アーサーのルートで捕まえたとしても、結局さ、その捕まえる過程で多分ジャック・ザ・リッパーのお世話になると思うんだよね。まあ、どうなんだろう。でもゲーム的にアーサーで行くとやっぱ説得ルートなのかな。説得でルートで、ジャック・ザ・リッパーは殺人ルート。まあ説得できるなら説得した方がまあ幸せだろうと思うけど、なんか結局ゲームオーバーの確率が上がる気がするんだよな。まあでもどっちも選べると思うけどな、別に。多分ね、どっちかでゲームオーバーになるってことはないと思うけどね。乾いた唇でアーサーは何かを言いかけたが、やはり思い切りがつかない様子で小さく首を左右に振る。奴をどうやって止めるか。おぉ、心臓を止めてやるんだ。おぉ、簡単だな。俺に任せてみるか。選択肢か。殺すのは解決策じゃない。うん、お前には任せられない。でもなんかあれだね、なんかこういうことになってくると、いよいよなんかこのゲームの良さが出てきたよね。最初の方はまあもう俺ボロクソ言ってたんだけど、なんかこう、なんか究極の選択じゃないけどさ、そういうのをなんか強いられてる感じがして、なんかこう考えさせられるわ。殺人鬼の俺には任せられない。うん、でそれならどうするんだ。このままじゃまだまだ被害者が出るぜ。まあでもな、もう犯人がいるであろう場所を特定してるわけだから、もう警察ここで言えばもう終わる気もするけどな。正直殺さなくても加害者の殺害以外で誰を止める手段。アーサーは一瞬迷わしたものの、顔を上げきっぱりと言い放った。お前は何て言うんだ。あいつはダリルは僕が自力で止める。止めれるのかお前、ナイフ持ってんだぞあいつも。自分が殺されそうになってもか。それはわからないけど、なるべく殺さないで取り押さえる。犯罪者はちゃんとした裁判を受けて、きちんと罪を償うべきなんだ。まあ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 。ジャックはしばらくアーサーの顔をじっと見つめていたが、やがて諦めたようにため息を吐いた。やれやれ、とんだ頑固者だぜ、アマちゃん野郎め。アマちゃんだな。テレッテ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 レレレ。なんとでも言え。それにやってみないとわからない。まあまあそれはある、確かにな。うん、それじゃ殺人鬼のオタク訪問と行こうぜ。あ、まだこの後で選ぶ選択肢は選ぶ権利あるんだ。さあ行こうぜ。チクショこんなこんな、めっちゃメリルじゃん。やっぱめっちゃメリルじゃんお前、見た目。お前一体どうしたって言うんだい。めっちゃメリルじゃんお前、双子じゃん。もはや双子ってかやっぱ一緒なんじゃないの。俺やっぱ予想してたけど、一緒説あるよな。荒れ狂う姿に耐えかねたキャロルがおろおろとダリルに声をかける。うるせえクソババ。うん、俺が負けたことがそんなに面白いのか。ああ、これ融合してるんじゃない、やっぱメリルっぽいもんな。負けた、クソ、あの野郎何者だ、急に別人みたいに動きが変わった。まあでも正直メリルがこいつではあるんだったら俺は殺すよ。メリルのこと考えなくていいんだったら俺はこいつを始末するよ、そんなの。いや問題はそこじゃねえ。うん、あの野郎俺をコケにしやがって。これコケっていうのやば、勉強だろ。いやでもさ、もう現状こんだけ暴れてんだからさ、正直ねもう切りつけてもいい気がするけどね。なんか根はいいやつみたいなとこ全く見えてないじゃん今んとこ。あの勝負はどう考えても俺の負けだった。うん、しかも大人が子供をいなすように簡単に。うん、負けた。
俺が、あんな野郎に。うん。先ほどの僕が尻尾を巻いて逃げ出さざるを得なかった地獄が、あ、地獄でいいのかな、地獄がダリルの怒りを燃え上がらせた。肩の刺し傷は痛み、熱を発する。だがそれよりもダリルの頭は怒りに湧いていた。あの男が変に動かなけりゃ勝ってた。うん。あとは刑事だろうが何だろうが知ったことかよ。ああ刑事って、お前、警察相手にそんな。だが激高するダリルの耳にはキャロルの言葉は届いていないようだった。チクショいやいや、どうしたお父さん。刑事に負けたか。諦めて観念しろ。もう終わりだ。お前は捕まるんだよ。親にもうここまで捕まるんだよって言われるぐらいだったらもう始末してもいいんじゃないですか。うるせえ。うわ。やめて、やめておくれ。何をしようが。お前は逃げられないぞ。嫌われすぎでしょう。ライリーは誰よりに切りつけられながらも嘲笑うような調子で叫ぶ。お前は終わりだ、終わりなんだ、うん、だから何、やっぱあれでしょ、やっぱメリルとあれなんだって、メリルとダリルが一緒にいるんだって、多分この一つの体に。不意に両目から大粒涙が湧き上がり、ライリーは息を詰まらせた。だからメリルを返してくれって言うんじゃないの。突然のライリーの変化に止まったのか、ダリルの猛攻が止む。だからどうかメリルに、ほら優しいメリルに戻っておくれ。やっぱ名探偵なんすよ俺は。やっぱ名探偵なんすよね俺。ダリルとキャロルは呆然として言葉を失った。ただライリーのウエツだけが静まり返った部屋の中にこだましている。まあ、だから金を持ってたんだよな。メリルにも、やがて静寂を破ったのはダリルだった。彼は凶暴な目つきを取り戻し、父親を睨めつけた。何を寝言言ってやがるんだクソジジイ。うん、戻るも何も、俺は俺、妹は妹だろうが。あれあれ、君ももしかしてジャック・ザ・リッパーと一緒。なんか眠ってんの。そうじゃないだろう。うん、お願いだから正気に戻ってくれ、私の可愛いメリル。うん、まあそうなってくると微妙なラインだよね、殺すか殺さないかっていうのは。聞こえなかったのか、俺はダリルだ。うん、メリルみたいに弱虫で役立たずの小娘じゃねえ。メリルがお前らに何をしてくれる。うん、せいぜい家の中の仕事をこなすだけ。うん、奉公に出しても解雇され金も稼げねえ。だが俺は違う。俺は強い。うん、強盗だって人殺しだってできるんだ俺は。まあそれがちゃんとした稼ぎ方ではないけどな。違う、強盗や人殺し、そんなのは私の子じゃない。うん、消えろ、お前はさっさと消えろ。うん、お前のようなやつはこの家には不要なんだ。消えろ。あ、不要。出た、傷を負った子供ならではの。よくも、よくも言ったな。どういう過去があってこうなったの。ダメ。おお、どうして。めっちゃ帰りつきたな。ああ、パパ、俺はダリルだ、うん、ダリルローズだ。クソ野郎、俺は、俺は。もうここまでいったらいいんじゃないですか。もう社内をジャック・ザ・リッパーに任せて始末しようぜ。もう捕まって治る、まあ治るんだろうけど、ゲーム的には多分メリルに戻ってまたなんかいい感じになるんだろうけどさ。あ、やばい、お父さん死ぬんだったら俺マジ始末するよ。飛び散った返り血が頬を濡らし、周囲は血の見えと変わった。ダリル、やめておくれ、ダリル。どこまで見てんのてか俺らは。俺らどこから見てんの、ずっと。キャロルがすがりつくようにダリルを止め押しのける。彼女は血みどろになることを厭わず、ライリーの腹や胸の傷を手で押さえた。だが夫の死を確信した妻は絶望し、手を取り握りしめ、おえつを漏らした。あ、死んだんだ、じゃあお始末するわ俺、ごめんね母ちゃん。あなたはなんてことを。うん、神様、
どうしてこんな。うるさい、こいつが悪いんだ、うん、こいつが俺を認めねえから、俺をいらないなんて言うから。まあ血濡れたナイフを握り呆然としながらダリは通報キャロルへと近づいた。私も殺すのかい。キャロルは微笑むと、そっと両目を閉じる。いいよ、好きに押し、全部私たちが悪いんだ。どうして川島急に。それでお前が救われるのなら、うん、私の可愛い。まあ父ちゃん死んじゃったからな。メリル、はあ、その一言は違う。どうしてだ。まあダリルと一言も言わないんだよな。だからみんながみんなメリル、俺は一体なんだよ。お前らが欲しかったのは俺なんだろ。待っておくれ。どういう、うん、いつだってお前ら、うん、息子が欲しいって言ってたじゃねえか。ローズ家を継ぐ男がよ。あー、そっから派生したんだ。そっからメリルがちょっと気にし始めて新しく人格が生まれたんだ。俺はメリルローズじゃない。うん、俺はダリルだ。その息子がここにいるのに。あー、息子が欲しいっていうのをメリルが聞いちゃって傷ついて、そっから変わったんだ。何を、お前は何を言っているんだい。戸惑うキャロルよそに、ダリルはブツブツとつぶやくに言葉を続ける。俺とメリルは双子だ。うん、もしほんの少しの偶然があれば、生まれていたのはメリルじゃなく俺だったはずだ。お前の言っていることは私には分からないよ、うん、けど優しいメリルは苦しんでダリルという悪魔を作り出しちまったんだね。まあ多分そういうことだと思うわ。母ちゃんよくまとめたわ。多分そういうことだと思うわ。お前が男であったならって、うん、何度も言ったね。うん、ひどいことをしたよ。いや、それは母ちゃん悪いよ。それは母ちゃん悪いよ。まあ、女の子としてさ、できることをやらせてあげるべきだったよ。それは悪いよ、母ちゃん。私とライリーが悪いんだ。うん、そんな私たちの罪にお前が罰を与えるのなら受け入れるよ。でもね、母ちゃんはメリルって言わない方がいいと思うよ。メリルにすげえ反応してるから、こいつ。うるさい。うん、うるさい、うるさい。俺はメリルじゃない。俺はダリルだ。うん、ダリルローズだー。ああ、母ちゃんもや。ダリルは叫びとともに手をしたナイフを振り下ろした。切っ先は狙いたがわず、キャロルの首を通じへと突き刺さる。いやいやいや、ごめん。ロボさ、こうなったらもうジャック・ザ・リッパーに任せて始末した方がよくないっすか。さすがに父ちゃん母ちゃんが生きてるんだったら、まあまだ考えたけど、父ちゃん母ちゃん殺すようなやつだったらもう俺始末していいでしょう。崩れ落ちたキャロルの首からは溢れるように血が流れ、古ぼけた床を赤く染めていく。どうしてだ、うん、どうして俺を認めない。いつまで見てんのこのショーを。俺らいつまでこのショーを見てんの。止めてやれよ、もはや。俺らが一番サイコパスだよ。血の海に沈んだ両親、壁や床に飛び散った赤黒い血、凄惨な室内をぼんやりと眺めながら、ダリルは悲しい気につぶやいた。メリル、俺の妹、うん、もうお前だけだ、うん、お前だけが俺を。両親に手をかけてしまった今、誰に残されているのは身元であるメリルの存在だけだった。いや、もう自殺すんのじゃ。あ、まだ入ってなかったんだ。メリル、いないのか。あ、まだ入ってなかったんだ。くそ。かけしめてたんだ。これは…遅かったか。アーサーは扉を破壊し、室内に飛び込んだ。その目に映し出されたのは、凄惨な殺人現場だった。てか、どうしよう、時間が。結構経っちゃってんだよ。でも、ここめちゃくちゃいいとこなんだけど。でも、どうしよっかな。今、ちょうど多分30分くらいやってんだよな。多分ね、でもね、俺多分予想していいかな。多分、こっから結構長いと思うから、ごめん、ここで一回切るわ。じゃあ、ごめん、次回ご期待ください。じゃあ、あとした。